ざいます。お疲れ様です。今日は何ってね。おいくつでしたっけ？50です。50。俺の6個やけど、大喧嘩したんですよね。うん、喧嘩して、まあいろいろまあコロナとかで大変でいろいろ大変でこういう風に皆さん協力しててくださいとか言った時に、揉めて、あなたらもう抜けますと。大喧嘩して。で、とあるお茶子さんという営業マンがおって、まあその子の働きかけで飲み会道場に戻ってきてくれたの。しとったお前、それ。僕聞いてない。聞いてないだろ。はい、で、俺今日久々だね。そうですね。それが1年ぐらいしか経ってないの、はい、1年 ?1年半 ?1 年ちょっとです。まあまあそういう関係ですよ。はい、まあまたコメント欄あれそうな気配がしますけど、社長が無事切るからだよって言って。じゃあ直接俺らとかそういうんじゃないよね。ああ、そう、まあ、こういうふうでちょっとみんなやってくるんで、まあ社員と。まあ一応挨拶はやってもね、俺、はい。ちょっと協力してくれんかねって言って。そこだけやって。あなたもいろいろ、まあ思い違いもあるよね、はい。お互いのね。そうです。で、まあいろんな、まあでも逆に強いですよね。外の会社で。ああ。ちょこちょこやってたんですよね。で、まあ、また戻ってきてくれた。それはまあすごい頼もしいことなんだけど、今日さ、俺な、今日もともと動画撮りに行く予定だったのは、この階段の敬礼及び錆止め、錆止めです。塗装だね、はい。で、今日今この工程がちょうど敬礼全部して。敬礼終わりまして、今錆止め入れそうです、うん。これも全部やったんですね。はい。いや、それめちゃくちゃ大変だよね。そうですね。で、わざわざちょっと3段持ってきてもらって、もうやっちゃったとこなんだけど、これ素人じゃできないの、全然。うん、ちょっと。はじかれて、うん、怪我する恐れがあるので、うんうん、ああちょっとしたちょっともう簡単で持ってるとはじかれるので、うん、でこのケレンのサンダルかけるのをちょっとその甘くみたいなサンダルバーッとかけりゃいいだけでしょって言うけどそんなんじゃねえぞとちょっとやってみてもらおうか、実演な。ちょっと音がちょっと入りづらいと思うんですけど、うわ、本当だね。結構両手で両手使いよくないと弾かれて怪我するので、うん、うわー、ちょっと俺もやらせてくださいよ。なりました。怪我する？怪我しますよ。ちょっとやってみようか、はい、ちょっと一瞬だけ、一瞬だけね、一瞬だけ。もうちょっとここちょっとやってみますよ。あんまりこういう風にやったら割れちゃうもんね。そうですね。すいません。おおおおおお、本当だね。おぉ、本当だ。あ、これ角とかやばい。あ、そうです。わかる？自分が書き取れてます。そう。ちゃんとこういうとこバーって書けとんのはいいけど、こういうとこ、あら、こうへんって、シュインってなるじゃん。わかる？糸目に。これ全部書き取ったんだよね。そうです。これ何時間かかるんですか？わぁ、半日ちょいですね。半日ちょい。はい。これね、ザーッと。まあ、後でちょっと取っとくけど、あ、これもね、これ上も？上もです。どうやって書けた？あ、足場を組んでもらって。はい、でこれに今何をやるかっていうと、これ赤色の階段じゃないんですよね。これは何を塗っとるんですか？これは錆止めですね。錆止め、はい、ま、はあ、マイルド防水ですね。マイルド防水、はい、マイルド防水ってちなみに塗料あります？塗料あります。これ2液じゃない？2液です。ですよね、はい、これ何っていうと、これ硬化剤があって、これグラムで測って、そうです、混ぜるんだよね。職人じゃないで分からんけど、まず乾きが早いですよね。そうですね。だって反応硬化型って言って、中から固まってるね、はい。表面硬化じゃないもんで、はい、まあ冬なんかはいいですよね。そうですね。一液ってのは結局は何？シャンプー&リンスみたいなもんなのよ。はい、あの、シャンプーインリンスか。で、楽だけど、シャンプーとリンス、今だって、女の子でまあまあ可愛いよ、まあインスタグラマーがシャンプーインリンス使ってますってないだろ。ないでしょ。で、それぐらいやっぱプロで、まあ塗装屋でも今一液使うことが多いけどね。そうですね。なんで一液使うの？楽だね。楽だし、うん、もうそっちは速乾系になるので、うん、でどうしてもやっぱりそっち使います。まあそうだよね。で、あとはやっぱゴミが出るんだよね。これだともう作ったらそれ全部そのまま置いといても固まっちゃうで、蒸し食っとる間に固まっちゃうんだよね。もう作る瞬間に作って生もんだよね。あ、そうです、うん、だビールでも生がうまいだろやっぱ。あ、でこれも全部今日何日目？2日目じゃん。2日目ですね。あ、でちょうどサビ入れて、はい、でこのサビもなんかコツみたいなのがあるんですか？サビ塗りのコツみたいな。コツというのか、まあこれ、うん、これ今入ってますけど床が、うん、昨日前日に歩くために塗ってたんですけど、あ、昨日ステップだけ塗って、はい、で今日こっちの手すりを、あ、朝乾いとるように、あ、まあ、ステップだけ塗って、はい、でここは後で塗るみたいな。そうです。ああ、ほんで今日はもう朝来た時からこれ塗ってあるんだ、はい、ほんでこれ何ですか？やっぱさ、サビって入れん方、これ本当にさ、あの手抜きポイントの、まあ、一つだと思うんだけどさ、塗装屋さんの、はい、まあ、サビってやっぱ塗らんかったらどうなるんですか？もうサビが浮いてきます。
もう塗料を浸透させちゃう。そうです。もうこのまま上塗りしても、うん、またすぐ錆びてきちゃうのでこの状態になっちゃうの。意味がないんですよ。やっぱ錆止め。やっぱ普通の塗料浸透していくんだね。錆ってなんか細かいもんだもんで、そうですね、塗料を抜けて表に出てくるってことですよね。ああもう全部錆入れていくの。そうです。ちょっと塗ってるところ見せてくださいよ。あ、用意してない今。あ、ありますよ。ある。やっぱ久々に本田君が来たら、まあ、うちのエースだよね。あ、そう、 うちの A チームだよ。あ、これローラーで行くんだ。ローラーで行きます。へえ。こんだけさ、やっぱ細かくさ、やっぱやるから経費かかるんだよね。ちょっと日曜大学でみんながね、これ全部これ3だかかったわ。これそうだろ、これ全部3だかかったわ。それが手間だよね。そうですね。普通の人がこれ 1日で錆取れんでしょ。取れないと思いますけどね。プロじゃないと。で、相当偉いでしょ。いや、だってあの跳ね返りがあるんだぞ。はい。それでずっと半日でやりましたって軽く言っとるけど、それ毎日やっとって何十年選手だから、普通の一般人がやろうと思ったら、2日3日かかるでしょ。それ、まあ3日はないですけど、まあ2日あればやれると思いますけど。ああ、でもかかるよね。はい。やっぱ本田君だな。懐かしいな、本田君。1年何ヶ月ぶりに現れたで、あれってハケと同時に持ってね。そうだよね。うちは基本的にまあ大体これ何人くらいですかって職人さんと調整して現場受け負いみたいな感じのやり方だもんね。で、ほんで戻ってきた以上はもう常駐だよね。こんな君も塗り替え道場常駐で今から やっとるでしょ。はい。もう次も現場決まったんですか。決まってますね。もう1ヶ月分ぐらい入ってる。1ヶ月はないですけど、まあとりあえず次は決まったよって、はい、次はどこ行くんですか。鈴鹿行きます。鈴鹿まで行く。やっぱそういうとこもハケがよりローラーが早い。早いですね。ハケだとどうしても何回もつけなかんのに、こうやって。ああ、まあそうか。めんどくさいんですよ、こうやってやると。めんどくさいね、全然違うね。とりあえず吸い込みがいっぱいあるね。やっぱどう、鉄骨でやっぱ手抜くところってどういうところ。やっぱケレンと、これケレンってのはサビ取りっていうかね、このこれとやっぱ下塗り、お客さんがうちじゃなくてそういう他の塗装屋さんで気をつけて見た方がいいよっていうのは、どういうところだったら抜きやすいっていうかさ。やっぱケレンと、ケレンと、なんとか中塗りを抜くとか、そういう、あとサビもこういうローラーだけいっちゃって起きる、細かいとこやってねって結構おるよね。 いますね。そうそう、言ってみればハケがめんどくせえもん でこういうとこ塗っとるのって結構早いじゃん。なかなかもう昨日夜帰りにちょっとやったっていうように、こういうのでもローラーでダダダダっていけちゃうじゃん。これ手すりよりかかるのね。あ、でそういうなんか大まかなとこだけやって、この棒だけ錆入れてないとかさ。いや、おるよね。おりますね。でこのもうメインのとこだけ錆入れてて、はい、棒のところは入れんとか。でも結局錆びるとこってこういうとこじゃん。結局肝心な錆びるとこお前に売ってねえじゃんみたいなとこだよね。はい、こういうとこ一番錆びるじゃん。はい、でこういうとこに一番錆びれなかった、ね。もう こうやっていったらもうローラーで終わっちゃうんだよね。こうやっておるよね。はい、全然おるよね。ローラーでこうやって横着しようと、まあ横着できるじゃん。もう早いわな、吐き入れないんだから。こうやって残ったり、これで収まってきちゃうので、うん、でこれで走ってっちゃうね。あ、もうこういうちょこっとも逃さず塗ってる。そうそう、そうやると、だってここら辺が一番危ないもんな。うん、ただよくお客様が言うのは、あのこのサビを完全に取れと。これもね、いやだけどサビ止めやるからもう殺しちゃうから、上からね、そう簡単に浮いてこないよね。はい、うん、だからもうそこも、この取ったら鉄がめくれちまう。だって1ミリあった鉄が5ミリとか 0.5 ミリとかになっちゃってさ、はい、その鉄の強度がなくなっちゃうね。サビ全部取ったら。久々に本田君が会ったと思ったらいきなり動画撮られて、ちょっとねえ、こいつは舐めとんのかって言って、だからやめちゃうんだよって言って。ねえ、本田君。いや、大丈夫です。大丈夫。慣れた。もう慣れました。免疫ついた。ぶっ飛んだ人間の、ぶっ飛んだ社長の免疫つきました。いやー、これ結構手間食うよ。別にやれや誰でもできるでしょって言うけど、やっぱほんとさっき言ったようにお客さんに頼まれたから自分家のように塗らんと、だんだん毎日やっとることだから、ちょっとぐらいやらんでもいいかってなるもんね。人間だからさ、毎日の作業じゃん。いや、あのこれ一般の人に向けて作りたいなと思って喋ってるからだけどさ、誰しもがあると思う。自分の仕事しとって毎日やって、動画の編集でも何でもそうじゃない。毎日やったら別にうわ手抜くつもりじゃないけど、はい、こんなもんでいっか、まあ、テロップもこれぐらいでいっか、はい、ここで交換音をバーン流しとったのがまた交換音入れるのめんどくさい、まあいっかここもってスーッと流しがいいかってなるだろう。でそこをやっぱこの上り詰めていく人たちってこだわってやってくるね。うちの職人でいい人ばっかもね、はい、厳しいし、いい意味で厳しいし、やっぱ残る人は少ないよね。そうですね。
もうすぐ、まあ、残らんっていうか、まあ、切られとるとこが多いよね。あ、うん、本田君の場合自分から、まあ、やめますって言ったけど、もう無理って言ったけど喧嘩したんでね、まあ、じゃあこれからも、はい、塗り替え道場の仕事を一緒にやってくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。すいませんね、無茶ぶりが。じゃあ今日の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。あの、そりゃそう、あの塗装のこの手抜き動画の、あの一つですけど、あの今マッチングサイトってやってますよ。塗装屋さんがね登録して、で一般の方も見て、でまあ今はまあ500社ぐらいおるかな。でもう完全に無料でやってますので、ぜひあの視聴者で、まあ、悩んで、まあその自己責任だよ、もちろんその中でいろいろチャットとかできるようになってるから、いろんな人とお話しして、あ、いいなと思うところにあの工事依頼してもらえばいいと思いますので、ぜひあのマッチング外壁塗装のマッチング道場使ってみてください。よろしくお願いします。また見てね、いい感じ。チャンネル登録もお願いだよ。お願いします。お願いだよ。